このクッパジュニア、めっちゃ可愛い。なんか一瞬でやられそうな敵みたいですね。うれ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 。では今から4番から8番までのコースパーツを一気に組み立てます。はい、コースパーツがすべて完成しました。コースパーツのパーツ自体が結構大きかったので30分ちょっとで完成しました。ではここから一つずつ見ていきます。まずはこれ見ましょう。簡単に言えばまあ土台ですね。土台のサイズは全部で3つあります。マリオと遊んでみましょう。ブロックのパーツは緑色なのでマリオのお腹のディスプレイパーツも緑色になってます。そしてこのパーツはもう一つありました。これは水面に浮かんでいるバージョンです。なのでこれを含めて土台パーツは全部で4つあります。では次はこれを見ましょう。これはなんだろう、マリオにこれ出てたかな。あ、これを例えるならニュースーパーマリオブラザーズのステージ5か4に出てくる乗ったら回転する台、あれです。はい、でこの土台は回転します。では実際にコースを作ってみました。ではどんな感じでマリオが反応するのかも気になります。では行きましょう。おお、これ初代マリオの1の4のあの音が流れます。回転するごとにコインがもう取れますね。めちゃくちゃ取れるなこれ。ああ落ちちゃった。倒れるとマリオの目が回転します。これ成功したらどうなるんでしょう。よいしょ。あ、成功しても、もうほぼ無反応ですね。はい、こちらが雲パーツになってます。で、雲に関しては、もうこんな感じで自分で動かすと言ってもいいですね。これ、ジュゲムの雲なんじゃないかな。敵キャラでジュゲムって言ってトゲソーぶん投げるあいつがいるんですけど、あいつの、雲ですかね。ちなみにジュゲムのなんか昔話のジュゲムの本名全部言えます。じゃあ今から言います。ジュゲム五行のすり切れ、カイジャリ水魚の水魚松、雲来松、風来松、クーネルところに住むところ、油工事とブラ工事、パイポパイポのシューリンガン、シューリンガンのポポコピンのポポコナーの超キューバイの超スケ。ちなみに僕マリオのジュゲムについて話すときいつもさっきの昔話の方のジュゲムを言ってます。うわー、ジュゲム五行のすり切れ、カイジャリ水魚の、うわー鬱陶しいだって言って友達に投げよって突っ込まれます。はい。でこの雲にはカラーマークがありますのでマリオを乗せてみます。これあれですね、泳いでる時の音かな。上下に動かすとコインが取れます。これ離すとどうなるんだろう。
はい、じゃあ次はマリオといえばこのハテナブロック、これを見ましょう。このハテナブロックのプリントパーツは裏表にあります。このクリアパーツがあることによってハテナブロックが浮いてるように見えます。これはすごいな。でハテナブロックの上にカラーセンサーのシールがありますのでマリオを乗せてみます。おお、なんかこれはマリオカートのあのアイテムのなんか音みたい。いや、ハテナブロックってこんな使い方してたっけ。いつもだったらハテナブロック上からドンって押したらコインが出たりするんですけど、これはまあマリオのまあセンサーの構造上踏んづけるといった感じですね。じゃあ次はこちらです。こちらが雲パーツと、そしてこれが初代のマリオに出てくる木の枝ありますよね、あれです。これがついてきます。これは飾りパーツです。はい、次はマリオの最大のライバルのクッパの息子のクッパジュニアです。このクッパジュニアめっちゃ可愛い。レゴらしくめっちゃ角張ってますね。そして結構ずんぐりむっくりになってます。これは愛嬌がありますね。はい、全体はこのようになってます。ちなみにこの動画見てる人もクッパのモチーフになった生き物の知らないと思うんですけど、クッパのモチーフになった生き物ってカメなんですよ、実は。僕てっきり初めてクッパ見た時、こいつもう未確認生物と思ってたんですけど、友達に聞いたらクッパってカメがモデルだよって言ってました。もうそれ聞いた瞬間僕めちゃくちゃビビりましたね。クッパってカメなんて思いました。クッパジュニアはこの腕が動きます。ただこの口のこのパーツに当たっちゃいますね。せめてこの口パーツ、このクッパジュニアのよだれかけと同じ大きさにしてほしかったな。そしたら腕曲がるんだけどな。ここはちょっと残念かな。でもまあクッパジュニアの特徴しっかり捉えてるんで、まあいいや。クッパジュニアの背中の甲羅の後ろにカラーシールがあります。クッパジュニア踏んづけるんじゃなくて倒して踏んづけるんですね。ではちょっとどんな音が出るのかやってみます。おー、いい音が出る。5回踏んづけて5回目でクッパジュニアを撃破できます。これ踏むたびに効果音とディスプレイが変わるのいいですね。じゃあ次はこれを見ましょう。これはまあ簡単に言えばクッパジュニアが立ってる砦パーツです。この上にクッパジュニアを乗せてみます。おー、なんか一瞬でやられそうな敵みたいですね。でさっき見せたこれを乗っけると塔が一段と高くなるので、この上にクッパジュニアを乗せてみます。はい、乗せてみるとこんな感じです。なんか一気にちょっと強そうに見えますね。じゃあ次はこれを見ましょう。これは何だろう。これ簡単に言えばこれシーソーの原理で爆弾投げるものありますよね、レゴキャッスルで、あれです。はい。これを倒すとこのようになりますので、クリボーを乗っけてこれを押すと、はい、クリボーが飛んでいきます。ででってってってドラーン。シーソーパーツのここに突起がありますので、この山を乗せることができて、でこれを押すと、ちょっと飛ばなかったな。これを押すと、はい、こんな感じで飛びます。でこれ説明書ではこの砦の一部ですね、これがめっちゃ飛ぶらしいんですよ。ではいきます。あら。もうちょっと力が必要だ。はい、こんな感じです。これ結構きつめに差し込むと倒れないんで、まぁ、ちょっと軽く刺す感じですね。これでどうだろう。おお、見事に逆さまになりましたね。はい、じゃあ最後はマグマゾーンです。これマリオシリーズでいう落ちたら終わりのやつです。マリオで遊ぶときはこのグレーのタイルに乗っければまあ大丈夫ですけど、これちょっとでも落ちたらこうなります。いやー、違う、おいばいばい、よいしょ。しまった。ブルーパーツ、あら、そうだ、あれ一番上まで行かないとダメなんだった。はい、こちらがスターターセットについてくるコースを一通り並べてみました。結構いっぱい入ってます。でこちらのプレートパーツはコースをつなぐためのまあジョイントですね。でそれ以外にもマリオには欠かせないパーツがいっぱいあります。これはすごい楽しいです。では今から説明書に載ってあるコースを作ります。せーので、はい、説明書のようにコースを作ってみました。まあちょっと疑問に思ったことがあって、まずクリボーって水いけたっけ。であとどうあがいてもクッパジュニアのところにいけれないですね。まあよほど頑張ったらいけると思いますね。じゃあ今から実際に遊んでみます。いきます。
おお、無敵だ。よっしゃ。うわーてやー。あ、はいはいはい。うれ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 。ははははは。いや。あれ、これ倒れない。あー、ちょちょちょ。よっしゃ。よし、これで戻る。よし、こいつ終わったにして。よっと。あれ。あ、やばい、もう時間がない。よっ。いやー。とう。41枚ももらった。すごい。いや、これは面白いです。いやー、これ買ってよかったわ。で、今からちょっとコースを作ってみます。はい、コースを作りました。題名はどうしようかな。名前決まんないな。とりあえず、まあ、長いコースでいいや。めっちゃ地味な名前だ。では、一回遊んでみます。うれ、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 よし。あー、ちょちょちょ、セーフ。あー、ちょちょちょ、うん、セーフ。よいしょ。やった、キノコだ。よし。トゥトゥ、よ、さあ、今度こそ食らえ。ウェーイ、イエーイ。いやー、これは楽しいです。これさっきも言ったんですけど、これ本当に買ってよかった。はい、こんな感じで自分でコースを作って実際に遊ぶことができます。これは本当に楽しいです。スーパーマリオ好きな人は買って本当に損はない一品です。いや、もうこれは本当におすすめします。で、このコース以外に別売りでこちらのコースを買って拡張するのもありです。これはめちゃくちゃ楽しくなりそうです。はい、レゴスーパーマリオ、マリオと冒険の始まり、スターターセットはこんな感じです。はい、ということで、あ、やば、作業に忘れた。はい、ということで、レゴスーパーマリオ、マリオと冒険の始まり、スターターセットを組み立てて遊んでみました。いや、もうこのセットめちゃくちゃ面白いです。ちなみにこれお値段なんですけど、僕は京都のトイザラスで買ったので、7000円前後で買いました。これはマリオシリーズとレゴが好きな人はもう本当に買って損はない一品です。お金の話になっちゃうんですけど、1万円あればこれと、今回のこのセット買えます。なので、もう皆さんもこれ買って遊んでみて、自分オリジナルのコースを作ってみてください。ちなみにこの3本のコースは近日中にアップロードしますので、ぜひ楽しみにお待ちください。はい、以上ひろげでした。ありがとうございました。はい、今回の動画面白ければグッドボタン、高評価をよろしくお願いします。そして僕のチャンネルに登録していただくと、最新の動画がいち早く見れます。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてコメントやリクエストや質問などお待ちしております。それでは次の動画でお会いしましょう。おなら、イエーイ。